はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ケリーです。ストーンシャードの続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、バーレーンさんに、グウィンネルという人との関係を聞いた感じですね。で今回ですね、続きからプレイしようとしたら、いろいろとアップデートが入ってまして、バグとか不具合が結構あったんですかね。それを回避するにはもう一度、ニューゲームでスタートすることをお勧めしますと書いてましたね。で一応その前のバージョンのまま続けるやり方も書いてましたけども、僕の場合はまだ序盤だったので、もう一度一からですね、やり直しました。でキャラクターは前と同じ脳筋っぽい人ですね。で今回は、まず目的としてはこれですね。トークトゥーザ、オスブルックエルダーですか。なんでまずいろいろと情報収集していきましょう。でおそらく今回も話だけで終わってしまうかもしれないですね。セーブシステム、ゲームを保存するためには部屋を借りて寝る必要がある、スリープする必要がある。あとはキャンプにセーブすることもできる。スタンダードモードですね。標準モードでプレイ中に死んだ場合は、セーブしたところから再開できる。このパーマーデスモード、これはあれですね、これで死んだ場合は、戻せないって書いてますね。天守の目の前だけど取っても大丈夫かな。大丈夫っぽいですね。ブルックさん、まず売ってるものを見せてもらって、買った方がいいのかな。何かとりあえず盗んだ店のものを店に売りますか。店のものを売る。1円。セル。これでいいのかな？で、2番はセーブですね。部屋を借りる。で3番クエスチョン、いくつか質問がある。何か助けが必要ですか。1番、長老と話す必要がある。エルダー、これですね、さっきの目的。エルダーと話す必要があります。彼はどこで見つけることができますか。長老オダーかな。村の真ん中、役場に住んでいる。役場は市場の正面にある。お金を稼ぎたい場合は彼を訪ねた方がいいって書いてますね。2番、村について教えてください。
この村はオスブルックと呼ばれている、生きていくのは大変ですが文句を言うほどではない、工場もあるし農場もある、他の村かな他の村と比べると、だいぶ安全だとなんかそんな感じのことを書いてますね。戦争は通り過ぎた、もうブードゥックブードゥックなんだろうこれ、戦う愚か者はほとんどいなくなったって言ってますね。3番、この近辺で何か起こっていませんか。この辺は、他に比べると落ち着いているが、油断はできない、盗賊が道路をさまよっている場合があるって言ってますね。あとは地下もあると、地下にはアンデッドがいる可能性がある、しかしもしかしたらあなたが必要としているものはそこにあるかもしれないみたいなことも言ってますね。4番、ここには誰が住んでいるか、覚えるのが多すぎるぐらいいる、まずは長老エルダー、そしてスミスで、それから薬剤師、あとは仕立て屋、あとは、数々のトレーダーがいると。あ、大工のことを忘れていたって言ってますよね。1番、商品をどこで、ストックできるか買えるか、たくさんのトレーダーがいる、大体は広場で見つけることができる、肉や果物、野菜、何でも購入できる、商人であるバース、率直に言うと彼はスクルージ。なんだ、スクルージ。であり、利益を上げるものだったと。しかし、戦争が始まって、彼は全てを失ったみたいなことを言ってますね。2番、スミスかな。スミスはどこにありますか。鍛冶屋は便利で勤勉な人、村の広場のすぐ隣に住んでいる、彼はだいたい外で野外で働いてるんで簡単に見つけることができるでしょう。3番はテイラーってなんだ、タイラー、仕立て屋、仕立て屋は気難しい老人、
ですが彼は金を持ってると。革を使っていると。ブーツなどが、なんだろう、直訳で、いいブーツ履いていなかったら彼のところに行った方がいいって言ってますね。気難しい老人。彼はヨステ人で、家で一日中働いている。家の中で一日中働いている。家は広場の南にあり看板もある。4番シンクザカーペンター、カーペンター大工、カーペンターって言うんだ。大工さんは大工てんてんてん。あなたに正直に言います、私は大工が嫌いだ、好きではないって言ってますね。カリーは、オダー、オダル、これ村長ですよね、に好意的であり、彼の背中の後ろで、ああ村長の、なんだろう、汚い仕事を受け負ってたりするのかな。うん、彼の後ろであらゆる種類の汚物を伝えます。まあ、直訳だとそう書いてますね。ホスト、彼の裁判官、重要なのは彼が熱心に働く、あなたに弓を作ったり盾を修理したり、スタッフを掘ったりすることができる、彼は南東の、郊外に住んでいる。うん、なんだろう、酒場の店主はあまり好きじゃないみたいですね。5番ハーバリスト、薬剤師、ハーブリスト、薬剤師は才能のある仲間。エイジ・バン・ベント、ですが、それでも心は明らか。彼は年を取りすぎているので、すぐにバケツを蹴るかもしれない。どういう意味だ。ホストは禁止している。そして私たち村全体は、なんだろう、彼の後ろにあまり遠くないでしょう。ちょっと難しいな。彼は道路の隣の南の郊外に住んでいる。朝彼は、通常庭にいると。そしてハーブを乾かす。あなたが怪我をした場合は彼を探した方がいい。すぐにあなたを治してくれる。これで一通り聞いたかな。6番戻って、村のこと聞いて、近辺のこと聞いて、住んでる人のこと聞いて、5番居酒屋の名前、ここの店の名前は何て言うんですか。
なんか RPG にありがちですよね、この居酒屋の名前は何で何なんだみたいな。居酒屋の名前は黒いイノシシ、ブラックボア。この辺りでここよりいい場所はない。もう一つ居酒屋があるって言ってますね。マンシャイヤ、マンシャイヤのあばら屋の居酒屋はぼったくりって言ってますね。なんかライバル的な居酒屋なのかな、この村にあるのかな。このマンシャイヤっていうのは、ま、人の名前なのか村の名前なのか。私の祖母、グランドファーザーがここを作ったと。そして私と妻は15年、それを維持している。ブラックボア、なぜ黒いイノシシと呼んでいる。あ、これなんか話長そうだな。俺長そうだなって言ったらこの人も言ってるわ、これは長い話になるって、ロングストーリー。1世紀前、100年前ですかに、イノシシがこの辺りを歩き回っていたと。で、そして村全体が恐怖に陥っていた。凶悪な獣、それはイノシシじゃないんじゃないかと、豚の皮の悪霊なんじゃないかという話が出回った。当時の狩猟は臆病な人で、臆病だったのでその狩りをやめたと。そして彼は1週間2週間、狩りをしないでいたが、なんとかするためにイノシシに賞金をかけた。まあ、大体多分ここのそのおじいちゃんがイノシシを倒したからとかそういうことじゃないですか。多くの人々が森に急いで行った。賞金がかかったからか、彼らの半分は手ぶらで戻り、残りの半分は戻ってこなかった。襲われたって書いてますね。で、そこでこのじいちゃん、ここのこの人のじいちゃんが倒したのかな。もちろん私の偉大な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 グランドファーザー、グレートグレートグレートグランドファーザーって言ってますね。控えめに言っても熟練した、射手弓矢、彼はイノシシの後に、ついていって一本の矢でそれを仕留めた。主人は彼にこの英雄的な行為のためにレンジャーの称号を与えた。そして彼は、奴隷を獲物にした。ん？なんだ？いろいろ活躍したのかな、とりあえず。私の偉大な偉大なグランドファーザーと賢い仲間は製粉業者の娘と結婚して、彼女の持参金そこまで細かく書いてんだ。製粉業者の娘だからお金を持ってたのか。
なるほど。でその娘のお金、持参金でこの居酒屋を開いたって書いてますね。暖炉の上にイノシシの頭をつけていた。暖炉の上ある？かつては近隣の村の多くの人々が、群がっていたと。あ、数年前に悪党がそれを盗んでいったって言ってますね。ここら辺に飾ってあったのかな。これで大体聞きましたかね。あ、で戻って4番、テルミザルモス。あ、なんか噂話ないですかと。噂話、停戦、今は停戦中なのか。まあ戦争が終わったとは言ってましたけど、停戦なんだ。停戦が終わると、終わった後誰が勝つと思うか。貴族のかかと、ああ、なるほど。貴族の下に再び入らないことを本当に願っている。なるほど。またなんかお偉いさんに使われるのは勘弁なのかな。私たちは過去1年間治安判事っていうのかな、の保護下で生活してきた。ホストが喜んで、この点で何も変わらないことを願っている。そのどことどこが戦争してるのか分かんないですけど、その貴族が分かってしまえばまたその貴族制度みたいになっちゃうってことなのかな。あー、とりあえず終わりましたね。これがじゃあ嫁さんかな。15年一緒に働いてるって言ってたけど、売ってるもの、あ、ちょっと違うんだ旦那と。西部噂話、マンシャーの近くに、古い修道院の遺跡がある。ペストが来る。と、文句たち、僧侶たちか。モンクス、僧侶たちは、一般の人々を助けることを拒否して修道院の下の洞窟に逃げていった。これなんかプロローグの話とちょっと似てないかな、バーレーンさんの時の。そして彼らは隠れて、隠れたのはいいが、トンネル、その地下で永久に迷子になってしまった文句たちは、それ以来彼らからの言葉がない。その場所は神聖ではなく、避けた方がいいと。
霊に取り憑かれている者がいる。文句たち、僧侶たちが霊に取り憑かれているのかな。よし、取れるものは取っていこう。これはなんだ？コール。炭？10円、あ、でもこれは、売るときは値段が違うのか。なんかさ、ジャンクだからいらないような気もするんだけど。あ、売れない？売れないな。人によって売れるものとかがあるとか。あ、なるほど、この人には売れるんだ。で、前回2階に、うん、セーブしに、あれ、ここに人いなかったかな。誰かいたような気がしたんだけど。さらに上があって、盗んでいいのかな？布。マテリアル。これ多分なんか使えるん、アバンテージや、ブリーディングワンド。なんとかすると包帯にできんのかな？あ、ユーズ。包帯の代わりになる。あ、そういうことか。でも2マス使うしな。バンテージに作り直せればいいんですけどね。1マスでなんかやり方あるのかな。あ、やっぱりあれか。あ、お金払わないとダメなんだ。アップル。もらっていこう。じゃあ、3階。お？あ、まただ。ジャンク。これはジャンクか。あの夫婦の寝室かな。夫婦の寝室から取ってきたものを旦那に売る。リンゴは持っておこうか。よし、外に行ってみよう。おお、待って、これ人の話聞くだけで終わっちゃうな。なんか飲んだくれがいるけど。ラムさん。ミーティング。喉を一緒に潤わさないかみたいな。この人2円しか持ってない。これはなんだ？ 2 番。面白いことを聞かせてくれと。こういうふうに酔っ払ってると翻訳できないんじゃないか。
アイドンの全ては地獄。噂話は？彼らはこのような素晴らしいフュージョン、ここで作ったもの、あ、じゃあ酔っ払ってダメだな。待てよ。オース、これで現在地わかるんじゃないか。さっき。あ、ここか。今いる場所はこのオスブルックですね。で、隣にミールっていうのがあって、ちょっと離れた場所にアベレージ、適正な場所がありますね。お、いろいろいただいていこう。ないな。あ、馬だ。あ、待って、兵士がいる。あなたはここの出身の人には見えない。持ってるものは？噂話。私は武器を取る必要があるとは思わなかったと。しかし他に方法がない。このような時はあなたは自分自身にのみ頼ることができる。で、馬ですね。バーレンさんを運んでいくには馬が必要って言ってて、で、なんか村長の頼み事を何個か聞いたら、馬を譲ってもらえるっていう、そういう話でしたけどね。馬が必要ですか。これは、うん、半額で販売する、機敏で従順って言ってますね。面白いこと何かないですか。なんだ、私はメス馬を手に入れた、ユニコーン。とても気高い彼女はおそらくアイドルを支配することが、アイドルを支配することができた。なんか何これ、笑うとこなのかな、もしかしてなんかギャグを言ってるのか。王座にはすでに十分な数のメス馬がいると思いますが、てんてんてん。多分なんかね、笑かせようとしてるんだと思うんだけど、よくわからないな。噂話は、特にないかな。私は仕事がある。あ、噂話なくなると選択肢なくなるのか。これはクック。
クッキングとかもできるんだ。なんか多分食材となんだろう、なんかポットとか必要なのかな。ポットというか鍋とか。フットアウトで火を消す。ファイヤー。こっち行くと村の外だ。BGM がないな、このゲーム。勝手に火をつけていく。あ、なんだ？あ、びっくりした、これか。あ、これ大工じゃないかな。結構広いですよ。あ、スミスだ。あ、釘、ジャンクなんだ。何かに使うとかではないんだ。鍛冶屋さんに必要なものがあったら教えてくれ。おお、いっぱいあるじゃないですか。鎖片びらみたいな。お、高っ。3000円。いや、これは無理だわ。買えないな。シールド。いやー、高い。まあ、ちゃんとレベル上げて金を稼げっていうことですかね。あれ？なんか俺今装備してるベルト紫色だ。あ、アミュレットもなんか紫色ですね。なんかいいものなのかな？この辺売っていこう。一気にジャンクを売るとか、できないのかな？いるのかな。紙、布。うーん、これはまだ380円ですもんね。噂話。あなたは遠い国から来た人、なので物語を語るのは私ではなくあなたの方がいい。ここは、特に何もないって言ってますね。何にも変わらない。
鉄は最近、費用がかかる。腕と足に費用がかかる。物事がそうであるように、私はやっとうまくいっている。治安判事が私たちの村に来たので、私は十分以上の仕事をさせてもらってる。太陽を見る機会さえない日もある。大きな戦争は、なんだろう、なくならなければならない、みたいなこと言ってんのかな。あ、終わった。で、多分これが市場かな？じゃあ。いやー、待てよ。広いな。そうですね。じゃあ今回、この辺にしましょうか。次もお話で終わってしまうかもしれないですね。この感じだと。はい、とりあえず今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。